This is バングラカヤマ。レッツゴー。私ね、こう見えてね、こう見えてっていうか、今まで隠してたんだけど、まあ、こう見えてっていうのも、まあ、あれなんだけど、まあ、このようにね、この通り、まあ、ちょっとだけね、まあ、上腕40センチね、最近超えまして、まあ、ちょっと喜んでたとこなんですけども、まあ、実はマッチョじゃない、女子高生なんですよ、実は。うん。上腕40センチ超えてるさ、女子高生っていうのもちょっと恥ずかしいから、男っていう風に、まあ、偽りまして、まあ、YouTube さんの方ね、やらしていただいてたんですけども、やっぱりあまり偽ってやっててもちょっと苦しいものがあるなと、ちょっとね、思いながらやってたんで、いつか、まあ、こういう形で、まあ、性別っていう方をね、まあ、正しく言っていこうかなと、まあ、そういうふうに、思ってたの、まあ、今日はここで、うん、言わしてもらいますっていう、そういう動画ですね。うん。まあ、私、女子高生なんで、まあ、こういうね、リアルな女子高生のね、まあ、筋トレ女子ですよ。うん。筋トレ女子のね、まあ、リアルな姿、うん。まあ、そういうね、動画、どんどん上げていこうと思ってますんでね。まあ、なんだろう。まあ、まあ、クラスであんまり目立たない、まあ、女子なんだけども、まあ、そういう女子が何考えてるのかとか、休日はメイクしてるのかとか、あと料理作れるのかみたいな、あと部屋の掃除、ちゃんとやってんのかみたいな、あとピック3どんぐらい上がるのみたいな、自分女子なんだけど、この前、スクワット160キロ上がっちゃった、テンション上がってた、上がって、うん、そういう感じですかね。はい、ありがとうございます。